それでは聴いてください、ワンラブ。自然と西村海でファンです。よろしくお願いします。はい、はい、僕たちウェンディングソングをね歌うことが多いんですけど、なんかこのワンラブも、ね、今歌わせていただいたワンラブも一般的なウェディングソング。そうなんですか。えこれウェディングソングですよね、これ。ウェディングソング。あ、そうなんですか。え、普通のラブソングかと思ってました。で、なんか次歌わせていただく曲も多分ウェディングソングになるのかな。まあ、あれはそうですね。ね、だし、今ね、やってる新曲も、はい、ウェディングソング。そうですね。たまたまなんかウェディングソング続きなんですけど、先週かな、先週結婚式に参加させてもらって、はい、ね、まだお若いんでまだ全然経験ないと思うんですけど、ね、結婚式に参加させてもらってなんか、あ、結婚ってすごいなみたいな。なんかやっぱりなんか日本一すごい今幸せな状況じゃないですか、ご夫婦が。ああいや、はい、なんかそういう状況を見てなんかこうやってウェディングソング歌うのはすごく、ね、そうですね、経験ないので多分分かんないと思いますが、これからあります。これから。で、その今ね練習してる新曲もね、ウェディングソングなのかな、だよね。そうです、だと思うんですけど、それが初お披露目が10月と 19? あ、言っちゃうんですね。あ、ダメだったの。いや、言わない方が良くなかったですか。言わない方が良くなかった。いや、言っちゃった。じゃあまだ分からないです。まだ分からないです。はい、じゃあ、行きますか、曲。はい、じゃあ
はい、続いての曲聴いてください。エール。ありがとうございました。